お疲れちゃんです。ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですね、こちらのムート枯渇ですね。はい、やっていきたいなと思います。で、バレバレ枯渇なんですけども、またね、海外のプレイヤーが新しい形を作りましたと、まあ、いうわけで、今までバレバレ枯渇だったら、まあ、ナイトとボムタワーだったり、まあ、ナイトとインフェルノタワーとかだったんですよ。まあ、そこがハンタームートになっただけなんですけど、いや、その2枚のチェンジが結構でかくねって感じなんですけど、まあ、今日はこれやっていけたらいいかなと思います。で、施設がなくなったっていうので、まあ、ロイジャイとか、まあ、ホグとかをノーダメに抑えるのか、まあ、結構難しくなったと思うんですけど、まあ、でもその代わり、こう、ムートが、まあ、いることによって、こう、バレバレが通んなくても、ムートが入ったりだとか、ムートを止めないといけないし、バレバレも止めないといけないみたいな感じで、結構攻めのね、パワーとしてはすごいアップしたんじゃないかなと思います。なので、できるだけ、ま、防衛を、ま、どれだけ上手にできるか、と言いますか、こう、前半のうちにダメージをどれだけ受けずに、こう、戦えるかっていうのが、すごい大事になってくるんじゃないかなと、思います。相手は、ロイジェイですね、流行りの。流行りのロイジェイに勝てれば、まあ結構強そう、という感じですね。まあロイに対して、前までは施設だったんですけど、まあ今回はハンターですね。ロイに対してハンターで、まあ耐えれるかどうか、みたいなところだと思いますね。やば、相手は多分僕がただのバレバレ枯渇だと思ってて、もう結論してきたんですけど、ほら、相手は、あれ君何それそんで僕知らないよっていう顔になってますよね。これトリトンで引っ張られるだけで嫌なんですけどね。まあでも、まあそれはそれでいいで、なんか型が僕の持ってた型と違いましたね。よいしょ、スケドラ型だと思ってたんですけど、いや、E5 だな、マジで。まあここは多分耐えれるでしょ。で、5を使ってエレキも咲いたので、まあ、これスケバル飛ばすと、落下だけ入りますね。落下だけ入って、ハンター余裕で待ってんすね。いや、これどうしようかな。逆サイ攻めてもいい気がするんですよね。で、これは相手が、まあ、ウッドだと思うので、ちょっとね、ゴブリンバレーにはウッドだと思うんで、これ外していきます。空振らないかな。見えてますね。あなた見てます。そう、トリトン12だ。これ、まあ、ロイ来たらウッドからのハンター速攻ですからね。いやー、この施設がない、なんかちょっと不安な部分があるんですけど。さあ、相手が攻めてきた。まあ、これに対して、まあ、ハンターとムートで守れれば、結構いいと思うんですけどね。ああ、いい5防衛。ああ、いい防衛ですね。で、ここで相手5ウッド咲いたので、吹き矢飛ばしてあげて、多分攻めトリトンが来る。よいしょ。さ、延命してあげてね。これ、ムートで防衛。OK。5を使うが、ムート、残らねえか。残らねえですね。まあ、スケバル飛ばして、まあ、これにはハンター。で、ムートで回収しつつですね。まあ、いつか、多分相手、陸撃が絶対きつくなると思うんですよ。僕の予想では。間違いなく。こウッドを使い、よいしょ。ハンターちょっと嫌ですね。で、ウッド使ったな、相手。あ、待って、俺の吹きはお前。なんでそっち行ったね。いや、これでも絶対きつい。5とか、5エレキか。これスケドラだったらね、また多分違った気がするんですけどね。吹き矢の、まあ、これ吹き矢も受けないといけないし、ウッドも使うでしょ。あ、ウッドが回ってない。さては、いい。ハンターにはムートがやっぱ優秀ですね。で、これ逆サイロイトリトンとか全然来てもおかしくない。よいしょ。相手が一回芋から入ってくるようになった。で、これは5防衛か。で、ウッドか。いや、このね、ゴブリンバレルとスケバレのミリが一緒に5処理されるのはちょっと嫌なんですけど、これトリトンですね。はい。まあ、そりゃそうですよ、というところで、ここのダメージできるだけ抑えたい。OK。で、抑えて、これ右も左も相手どっこ一緒ですからね。やるよ。5使った。ウッド間に合わない。おっきい一発。で、この間にスケバレで攻めて、ハンター来んのか？エレキか。エレキ、嫌だな。いやー、勝てるかな、これ。で、左、これ許容していいですね。許容しつつ。で、ムート。で、多分、ウッドが回ってないんです、これ。で、あとは、陸受けをこう突破します。ゴリゴリ。ウッド回るんかい。
で、これに行くと、エレキが来ます。高めエレキなんで、エレキを倒す吹き矢の、ムートの、で、バレルがこれで回ってないだろ。これで回んねえだろ。いや、回るな、これ。いや、回ってねえ。いい。熱い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 。激アツ、激アツ。激アツタイム来た。え？来たくね？相手、相手入ってる、入ってる。めっちゃ入ってる、めっちゃ入ってる。めっちゃ入ってる。いい。で、相手もこれ、攻めトリトンがある。てか、ファイボーボーイかな。ファイボ攻めか。オッケー、ここで飛ばすことによって、相手はもうね、防衛をしなきゃいけない。無理やりでも防衛をさして、いや、めっちゃいい、めっちゃいいで、攻めて守って。一生攻めとけば、相手はね、まじ絶対こう、防衛しないといけないんですよね。追いつけないんですよね、僕に。あ、これ来た。これは来たんじゃね？さすがに。あ、ファイボ、あ、ファイボ、ファイボヤンキー、グッドゲーム。よし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 。これにね、勝てるのはマジでかいというか、まあ、多分勝てると思いますね。多分勝てるけど、まあ、やっぱムートがね、絶対辛いんですよ。相手がスケバレとかにハンターを出すのはこう当たり前なんですけど、スケバレの落下ダメージを抑えるために、まあ、それをこうムートで回収できれば、相手のこうムート受けが結構まあ苦しいですね。スキヒスピーだと受けれないので、まあ、トリトンを出すしかなくて、まあ、そうやってちょっと重めを出していくと、こうバレルのね、速さについていけなくなってみたいな感じで、さあさあ攻めとしては優秀ですね。おすぐみんなケツからジャイだったらケツからロイジェイ出すですね。あ、ボーリーも来ちゃいましたね。さあ、ジャイボーラーか。いやー、ジャイボーラースキラーですよね。多分、スキラー以外のジャイボーラー存在しませんから。後ろ吹き矢出して、これ5打っちゃって、まあ、ハンターでもいい気もしたんですけど、これボーラーが、ムート壊してくれると、ジェイがね、ムートに行くんですけど、ちょっと遅いな。まあ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 、耐えれば。耐えればいいでしょう。ジャイボーラー3が5ですね。まあ、まだわかんないですね。ネクロ。ネクロはね、最近見ないですね。ガゴムレ。そう、面白い。相手のネク非常に面白いですよ。フッキアで、抑えつつ、あー、いいな、それ。待って、これ、ミスった。これ、逆サイが、フッキア逆サイ行ってくんね。フッキア。あー、フッキア、お前。いやー、だから大好きなんだよね、こいつのこと。だって、あの距離で、あそこだって、普通攻めないっすもんね。攻めないっていうか、助けてくれないっすもんね。こいつ。マジで、人を助けが多分、こいつの唯一の得意まであるっすね。いやー、で、ワンチャンハンター出したら3号来るっすね。うん、そんな感じがしました。よいしょ。いや、これでも、あれか？守りすぎか？なんか、もうちょっといい攻めがありましたね。吹き矢で守るとかかな。今だって、ジャイ来たら単純に止まんない。っていうハンターが大事かな。ハンターとムート両方一緒に裂いちゃうと、相手のジャイが止まんなくなるので、それだけちょっと気をつけてね。やっていければいいかな。さあ、ネクロちゃん。ネクロちゃんも嫌ですね。ファイボが、ファイボを使った後だと結構嫌ですね。で、フィッキアも裂いていくと、ワンチャン、ちょっと怖いですよね。まあ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 、耐えれそうですね。これウッドで。ウッドで、なんか、ウッドって便利なんですね。こう、殴ろうとした瞬間に、おぉ、うぅ、あ、いいロケットいいな。さすがに。さすがにそれはいいロケット。で、3が5。じゃ、ボーラーは多分ない。いや、ボーラーでした。いやー、頼む。結構入ってくれ。これちょっとやべえな。真面目にやばくね。まあ、最悪5ボーイ。なんか、5ボーイしていいっすね。そしたら、だってもう、ジャイしかいないんで、こう、ハゲたところをボコボコにしてね。ワンチャンロケット来る。おい、ナイス。で、まあ、バレル飛ばせば入るでしょう。あえて、多分、ムート抜きがそんな優秀じゃないんですよね。で、ヤナメ咲いたので、このフキアが優秀。いや、フキアよりも、このハンターの方が優秀と。で、謎攻めウッドしとけば、フキアが生きてくれねえ。石が投げんだ。ファイボで終わんねえかな、これ。あ、来た。おい、グッドゲーム。ナイス。さあ、ということでね、ヤナメくんにも、まあ、しっかり勝てるよと。いう矢沢くんぐらいですね。矢沢プの矢沢戦術とか来ると、まあちょっと難しくなるかもしれないんですけど、まあムートがいい味を出してますね、ムートが。はい。で、ハンターになったことによって、まあバルーンとかも2発でね、ポポンと落とせるんで、ラバルとか組まれても、もう攻めまくって、ラバルのバルーンにだけハンター当てて、ポポンって落とせば、ラバルとか余裕で守れる。マジで、ラバルって何コスだ？12コスか ?12 コスの戦術を4コスだけで、まあ、バルーンの爆破と、まあ、ラバーのね、ツツキぐらいで抑えれるってなると、結構ハンターもすごい強いんですね、今。そう。なので、結構いいんじゃないでしょうか、この形。ねえ、とりあえず、まあ、バレルでも飛ばしていこうかな。飛ばして、今回はババコヤちゃんなので、なんでしょうかね、という感じですね。
まあ、一旦ステイして、あえてタルババ使いましたね。あ、おいしい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 。めっちゃおいしい。だって、マスケットタダでゲットした。で、これはタルがないんで、デリか、なんだ。あ、デリバリーだったらスケラですね、相手のデッキは。なので、ここの付近に多分一回ポイズンが来る、か、高めスケドラか。うん、来ないですね。あ、ベビドラでしたね、今回は。さあ、ベビーマスケのババコヤスケラと、いうところで、ババコヤスケラちょっと久しぶりに見ましたね、なんか。よいしょ。で、これで攻めると、相手はウッドはあるんですけど、なんならウッドしかないので、タルババか。一周目のタルババを使って守るが、まあ守られますね。はい。守られるけど、みたいなところありますね。で、ゴブリンバレル飛ばして、こっちに対応させると、こっちの吹き矢で、相手のババコヤはね、全部美味しくいただけると。オッケー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 。流れとしては、非常に悪くない。まあ、なんですけども、吹き矢大事ですね。吹き矢をスケラに当てれなくなった時がちょっと怖いかなと思います。で、相手今、ケツマスケとかケツナイトするしかないと思うんですけど、まあそうですね。はい。ババコヤ抑えちゃったので、相手は。ここでまあ飛ばしつつ、ああ、いいな。これ5落ちてえな。いや、これはウッド打って、ちょっと延命したい気持ちもあるっすね。これムートがね、やっぱ強いんで。で、タルババ咲いたので、バレル飛ばして、結構単純作業ですね。で、デリバリーが間に合わないでしょ。理論上間に合わない。いや、これ吹き矢からだったな。多分ミスったな。これが良くない。で、まあ吹き矢で、よいしょ。耐えれる。で、ベビーがやばいな。ウッドで耐える。オッケーオッケー。で、飛ばして、いやー、バレロ一回飛ばしたいけど、まあ、一回こう、タルが来ますね。タル来たので、で、これにはデリー、で、ムートで回収。やっぱ間に合わないですね。まあ、基本間に合う。基本というか、相手がめっちゃ早いと、若いと間に合うみたいな感じですね。で、これスケバレ速攻飛ばして、OK。で、これにはタルババがあります。タルババがあるんで、一回待って、タルババ咲いた瞬間に、あと、ナイトか。上ナイト。で、デリなので、これ吹き矢追加で、ナイト処理。オッケー、来た。はい、間に合わない。グッドゲーム。よし。いや、結構いいな。ムートがね、めっちゃいい味出してる気がする。最近なんかね、ロイホグとか、まあ、なんかスケラとかにも、ムートがね、入ってることがちょくちょくあるんですよ。まあ、ほんとちょくちょくなんですけど、なんかもう、最近ムートが増えてる。あ、さっき話したっけ、それ。スケヒースピー。じゃあ止まらないっていうやつですね。はい。まあ、というわけでね、ムートバレバレ枯渇当たりすぎですよね。なんかムート枯渇だったり、まあ、バレバレ枯渇あったっすけど、それが合わさっちゃったって感じですね。ムートバレバレ枯渇。あー、スパキかー。スパキ、もしかしたらね、きついかもしれないですね。前までボムナイトで、ボムタワーを置いて範囲攻撃で、まあ、ジェイとスパキを巻き込んだりとか、なんかそんな感じのことができたんですけど、今回、ボムがないので、単純にこのね、ジャイがしんどい説があるっすよね。マジで。あ、ほら。多分しんどいんですよね。単純にしんどい。でもこれ許容してカウンターですね。お願い残って。OK、残った。え、なんでなんでやねん。ブルスケブ。あはー、でしょうね。そんな感じがした。いやー。これはね、いてててててですね、マジで。で、多分この吹き矢も無視されて、ケツスパーキー、シュギンって多分、来るんで。で、やなめ、矢沢くんつ、だって、矢沢くんすね。これだ、矢沢くんだけど、多分今攻めちゃえば多分回ってない。これだって、ジャイの後のやなめは回ってる？あー。で、これ三角だけ防衛か。あー、これめっちゃいい防衛ですね、これ。相手の、これはサード取られて、なんならカウンターにもなるんで、さすがにこの攻めはいい攻めとしか言いようがないですね。まあでもこれを僕は、とりあえずね、あ、いいザップだ。いいザップですね。これどうせ守れないんで、オッケーオッケー。とりあえず、キングがおられないことが大事ですね、僕としては。キングおられなければ何でもいいんで、オッケーオッケー。吹き矢は死なない方がいいな。でかい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 。で、ムートに多分、あれなんですよ、スケルトン部隊が来るので、あ、使った。陸くなくね？
オッケーオッケー、いやできえ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 、でこれにはまあヤナメかなんか使わして、おオッケーオッケー、ヤナメ使った、いやできえ矢沢くん、待ってこれいて、結構いて、好きで耐える、で今の間にも攻めちゃう、なんなら今の間に攻めて、まあ、圧力ね、ちょっとプレッシャー、真ん中ムートして、真ん中ムートしてが一回我慢ですね、シャシャるのは良くないですね、いやー熱々ですよこれ、熱々なんですけど、いやーこれガクムネ5打ったらダメかな、5打ったらダメかなって思ってる時に打ったら基本的にダメなので打たないですねでちょっとこれあのマジで守れないんで一回防衛バレル、いやめっちゃいいエイムじゃない、防衛バレルの、防衛バレルのエイムあんなに、さて輪投げのセンスあるまであるな俺で、いやあれはね打った方がいいっすね、ワンチャン事故る、いやいらねえな、いらないでしょ、オッケーオッケーオッケー、で三角とか来んのかな、ガゴムレはやだな、いやーこの5いらんか、復帰屋で回収できるもんな、うわー相手やなめも何も使ってこないっすね、輪投げも一回します、僕のセンス輪投げマジでセンスじゃないこれ、待って、オッケーオッケーオッケー、時間稼ぎ、いやめっちゃいいめっちゃいいめっちゃいいじゃん、やべこれお願いやめて、耐えればいい、耐えれば何でもいい、いやガゴムレとか、いやスケブか、あーそうですね、一回スケブ来る、いやいいよ、あるよあるよ、全然ある、これなんならハンターお前耐えてくれたら神で、バックは落ちてくれてもいいな、いやーハンター延命させたかったな個人的に、でこれ1回スキル飛ばして5打って、オッケーオッケー、5の防衛がやっぱ大事ですね、オッケーオッケーオッケー、圏内、待って5のダメージ知らねえ、いや待ってこれガゴムレが来る、1回耐えたら5打ったとこで勝ちじゃねこれ、いや5250だよね多分、きたー、いやでかっ、ちょっと待ってこれ輪投げのセンスある俺、これマジで防衛バレル大活躍でしょ、あの相手がゴブジャイだったら普通に防衛スケバレも強いんですけど、ジャイなんでスケバレが壊されなかった時に腐るなと思って防衛バレルにしたんですけど、 AM 良すぎましたね、ちゃんと囲んでた、いやこれ輪投げできる人このデッキ使いますよマジで、スパキに勝てますというのがね、これでかいですね、安田くんに勝てたんで結構この枯渇は可能性感じますね、と、まあ、いうところでね、この最新型枯渇皆さんもぜひ使ってみてください。というわけで終わります。よければチャンネル登録、高評価、コメントの方もよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。